応最初にあれですよ何やってんの今日は最初におやつをやシャーベット食べてみた。ん？シャーベット食べてみた。どういうこと何言ってくれてるの？何言ってくれてるの？何当たったもしかして。あれ言ったっけ？いや、言ってないよね。犬シャーベット食べてみたい。最初は言ってないでしょ。うん、じゃんけんじゃんけん。俺言った言ってないと思う。いや、言った顔してるじゃん、絶対。言ったって顔してるじゃん。言ってないって言ってる。あ、言った言ってない。ちょっと言った。何シャーベットを作るでしょう。ブドウシャーベット違います。何のシャーベットを作ると思いますか。カルピス。そうですね、カルピスですよ。おっと、丸先生決めよう。じゃんけんポッコロケツヨヨイ。いいです。このシャーベットはちょっと先生おります。私先生決めてください。最初はポッコロケツヨヨイのヨイ。あー先生いいですか。ちょっとやるよ。おっと、音は犬キャプテン。音助手。音だから言うだけ。犬キャプテンマー君。犬兵長兵長おいしい。ただね、昨日ね、うん、あの、兵長？兵長。兵長さんがね、ベリーが食べれないと。変わる。ベリーが食べれないって言ったの、先生。ベリー。兵長だよ。ベリーが食べれないって言ったの、先生。マー君は食べれるけど、先生は食べれるけどね。ベリー食べれないと、普通のフルーツになりますよ。普通のフルーツ、まあ、我々が好きなこのフルーツを使うことになる。だから2つに分ける。2つに分ける。ベリーのシャーベットとベリーシャーベットと、このフルーツの、桃。うん、桃ね。まあ、みかんも入れてもいいかな。パインこれとこれとこれをやって、コーラガスだけ。いいでしょ。ゼラチンは使う。使んない。使んない。凍らかしてもみもみしてシャーベットにして食べる。もみもみする。もみもみするんだよ。でこれ入るからどうなんだろうと思うんだけどね、大人ね、うん、あんま好きじゃないから。マークも牛乳好きだけど、ね、結構なんか朝引いてる。そう、今からおやつの準備。あんまり味ない。ちっちゃいかな、これ。ピース。ちっちゃい感じするな。ただこれだとデカすぎるっていう話です。これだとデカすぎるんだよね。ね、2つ使う。200の400で600でしょ、うん、600だから。あ、ちゃん。間違った。300。これで300なんだ、300。で、内容物と日付か書く。読めんの感じ。すごいね。どうしようかな。300だよ、300だと余ると思う。すごく余ると思うけど、いっか。これいっぱいあるから。マクいっか。これ開けてみて。これ開けて。えフルーツ缶開けて。いいよ。マクはマクも開けて。マクは無理だ。いった。マク難しいでしょ。あ、これ開けて。じゃあ牛乳開けて。いやんよし。痛い、これ。あ、お、すごい開けれるじゃん、もう。誰に会いたいの。開けて。パイのやつと全然違う。うわ、びっくりした。あれ、ゆっくりではお汁こぼさないよ。あ、先生これをですね、これを100入れてください。これが100になるまで。これが100になるまで。はい、足りると思う。プルプル触れられないように。はい、全然ですね。はい、はい、おちょうどいい。来たんじゃないの。そしたらこっちを200になるように。200も。あれ、どっちでこれ開けたの。これこっち開けるって書いてた。うん、これを200だよ。200。200だよ。いい、せーので。200だよ。
もっと傾けて。カルピスと牛乳って合うのかな。合うかな。牛乳感強い感じするけどね。よし、178にしておいて、あと23カルピス。これを200になるまでカルピス。はい、はい。ちょっと牛乳感強いなと今思ったんで。よし。あ、203。そう、スマスタレですね。大丈夫？203になってますよ。大丈夫ですよ。そう、スマスタレですね。なんかちょっとかゆいところがある。うん、どこ？あ、これか。よし。はい、かゆいでしょ。はい、じゃあこれはね、先生ベリー好きなんで、先生ベリーこれ入れてください。はい、はい、いいよ、入れて、手で全部、うん、全部ポンって入れて、うん、もともと、うん、他にしますね。あ、これ知ってる。もうちょいでもいいよ。うん、あ、いいかな。いいかな、これ入れすぎ。いいか、もっと入れる。色ついちゃって、これ石みたい。いいか、いいや。わー、次お手洗って、先生。そしたらこれを転がすだけ。とりあえずこっちを入れてますね。うん、どっちも洗って。違う方汚れてない。こっち同じ要領。うん、そしたら開けちゃって。はい、これ入れて。150で。150ね。まだまだ。もともと。ここつけないように、つけないように。変わっちゃうから。115になっちゃった。うん、115ってことは150になるまであとな。150になるまで。140。まだまだ。まだ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 、全然まだまだ。ドーって入れて、ドーって。ドーって、ドー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 。気が散る。まだまだまだ。ここつけないようにしないと変わるよ。つけてでいいの。あと9。はい。ああ、難しいの残った。あと3。ああ、多い。ああ、少ない、少ない。あと1？うん、あと1。難しい。まだ入れてないよ。きた。おお、難しいね。あ、OK。やったー！あ、これ。ね、ほらね。これくらいに切ってから、さっきのラズベリーあるでしょ、うん、あれくらいの大きさにこう切ってやってください。はい、はい、これはほら、先生に手伝ってもらって。先生持って、肝も持って、ここ刺して。違うよ、ここだよ。これも持って、ブス、肝だよ。あはー、おー、あれ、あー、これ滑る。もうちょっと上。やばー、ちょっと倒れた。よし、切れた。結構難しいね。お、音がいいの、うん、あ、すいません。どうぞ、お願いします。切る。早くほら、朝ご飯作んないと。はい、朝ご飯何かな。お肉。朝ごはんからヘビーで行くよ。おう、休みだから。え、どこ行くの？いいかな。ん？どこ行く？ヘビーで行くって言ってるのよ。ヘビー？どこにも行く。ヘビーじゃないのよ。ね、みかんも半分に切るべきだね、これは。あ、すみません、うん、いいよ、これで。音も飲みたい、うん、音も飲みたい。音、あ、いいです。なんかリナさん、フルーツ2個も食べた。マー君が食べないからでしょ。今でかいからいいんじゃない。マー君も2個食べようと。
あ、色ついちゃったよこっち、ベリー。ベリー？ベリーの方。牛乳強そう。あ、でもこれはこれでいいかもしれない。うん。これ使わなくていい。取っとけって言われる。これか。ジノが取る、ジノが取るか。いいですか？待ってください、マー君が食べれないみたいです。1時ぐらいにはできるんじゃないのこれ。うん。よし。ワン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 。誰か見てるそこから。よし、いいよ。じゃやってごらん。どこ？冷凍庫。冷凍、うん。どう？ホテルでしょもう。うん。二つあった。うん。終わってるな。ちょっと固まりすぎかなそれ。冷たっ。あった。あ、ここあんま。これや。おと、これ、ここ硬い。これをね、シャーベット状にするためにはもみほぐさないと。あ、そうか。ダメなんです。シャッコさ。あ、ゆるいわまだ。ゆるくない？そう、ゆるいゆるい。あ、まだだ、まだまだまだだわ、ごめん。いっせーので、あと1時間ぐらいかな。トゥン、1時間も、うん、トゥン、おい、ユミルケーキ、ユミルケーキ。ちょっと下に してみました。さらに、さらに冷凍。それ、下の冷凍。もう完璧でしょ。あ、割れてる、なんか。うん。ほら。これでこうさ、ゆっくりこうシャリシャリして。これまだ緩いから。でもこれくらいがいいと思うんだよね。ほら、まあ、こう硬いとこクッと潰してごらん。グッて。グッて。ここ直ってこう。うん、グッて。でもフルーツとかはダメで、うん、グッと、あんまやんないで、あんま。めっちゃキンキン。おお。いいでしょ。いいね。ほら、夏でしょ。夏だね。夏。うん。これまた冷凍して。うん、止めれるここ。うん。で、マー君はベリーね。おお、これほら、あ、色いいね。色いいね、綺麗だね、これ。うんね。ありがとうございます。おーと、こっちの方好きっぽいな。ちょっと食べていいよ。うん、そう。じゃあちょっとこっち多めに。ほら、こっちの方美味しそうじゃない。うん、いいね。赤いのシャーベット。ちょっと、キモモがわからん。キモモこれだよ。お、これ推しだね、これ。マークの子おいしいと思うけど。どうり。ベリー食べる。ちょっともらってみたら。ちょっと。ちょっとだけ。うん。マックスパックの子、うん、とこれさ、牛乳の匂いじゃなくてさ。カルピスの匂い。あ、そうだ。あ、こっちもカルピスの匂い。夜前。あれ。どっちかのカルピス多いんだよね。うん。挨拶。いただきます。じゃあ。これもしゃっぱりですよ。しゃっぱりしますよ。さっぱり。シャーベットとさっぱりでしゃっぱりなんですよ。白いところ食べてみたらさ。もうさ、カルピスのさ、味はしかない、牛乳感ない。え、そう、マジマジっすか。いいっすか。おいしい。ん、どうなの、マー君。あんまりおいしくない。うん、結構おいしい。
ひもも合う。やっぱそっちにすればよかった。うん、いや美味しいぞこれ。美味しい。大丈夫ないで。あ、美味しいぞこれ。ちょっとこれなんだね。これ三者がちょっとこう意見が違う。うん、うん、キモもめっちゃ合う、うん、じゃあみかん食べてみていい？ん？全部食べないでください。これうまい。うん、そっちいいですか？うん、あれ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 、ほんとこれ、いのこれ、ほんとこれ、これちょっとフルーツが合う。ちょっとリノこっち食べてみて。ベリーと一緒に。ストロベリーのを食べたら。ストロベリー。うん。うん？何？なんか黒いのさ。うん。あのなんかしょっぱい。しょっぱくないよ、まあ、なんか食べやすい。いいよ、じゃあ黒いのと食べる。じゃあいいですか。いいですよ。僕もそっち食べられて。なえ、ベリー嫌い？うん。次の僕にも食べさせてって。そうか。うん、嫌いってなんなの？これだって別に味、うん、好きやだよ、音は。うん、うん、うん、こっちの方おいし、おいしいね。うん、なんかジヌの方おいしい感じ。音歯直したから全然染みない、歯に。はい、これはじゃあ残念ながらかな。まくん、こっちアイス更新できるかなと思ったんだけどな。チョコチップアイス、うん、できません。できません。そう、これかなり美味しいでしょ。こっちはでも美味しいんでしょ。こっちは全然食べれるんでしょ。まだ黒いのあった。はいはいはい。これブルーベリーだよ。ブルーベリーさ、あのアイスにするとさ、なんか 今で分かった、美味しくなかった。頭にキーンってくる。水飲めばいいんじゃなかったっけ、それ確か。やろうねって言ったじゃん、今度。あ、やる。じゃ、アイスじゃない。同じさ、シャッコヨンだと、かき氷でも。これなんだ、キモモ。キモモ一番おいしいと思うよね。うん、これ別に牛乳入れなくてもいいんじゃないの。うん、ブルーベリーまだあった。このシャーベットちょっとアーリだね。うん、これだからコーラと、うん、ヨーグルトとかさ、コーラとヨーグルト、うん、あ、これいいこと思いついた、うん、あのさ、溶かして食べればいいんだよ。固めた意味ないでしょ。じゃ固めた意味ないじゃない。シャーベット感が美味しいんですよ。うん、さっぱりするんですよ。くる、もう食べちゃったの、うん、やっぱりマークそっちにすればよかった。うん、そっち食べるじゃん。これ音食べて、そっち食べる、あるよ。ん、うん、まだあるから、冷凍庫に。じゃあ食べる、うん、食べるか。はい、おお、きた。パイナップル食べた？うん、なかったでしょ。ここにいっぱいあるわ。めっちゃ美味しい。で、このマークの分もアイスもまだちょっとあんだよ、チョコチップ。あ、食べたい、うん、マークどうぞ、はい、食べたん、うん、しまえる。
パチパチで切る。硬いね。あ、こうやって考えると牛乳が大事なのかもしれない。すごいカルピスだこれね。カルピス？もうジューって飲んだろこれ。カルピスと水ちょっとこの子頭痛まってますけど大丈夫？頭冷える。これ食べたら違うこと考えればいいんだよ。どういうこと？うん、楽しいことを考えてこうやって食べれば冷えなかった。よく、何言ってるかちょっとよく ジュリジュリジュリって飲んでごらん。これ、うん、ジュリジュリジュリって飲んでごらん。うん、いいでしょな。うん、どう？これ言ってみれば脂質ほぼないよ。え、なに？もうこんなにあるよ。うん、うん、こんなにある。食べるなきゃ音食べるよ。食べたいの？うん、別に食べれるこれは。じゃあ持ってくるか。いや、いい、これこれこれでいい。うん、もういい？いいなら音食べるよ。うん、音食べるって。この汁が美味しい。食べたいわかる。はい、でるでー、あれマークイン1位だよ。何それ、どっち？15位なの？違う、6。6結構上じゃん。じゃあこれで6で、うん、こうだよ、こうやってやんだよ。そうそう、これだと15になる、見えるからこうやってやん。結構高いじゃん音はね、うん、これうん14位。ダメです、レベルがね、ちょっと高いんで。どれが重要？総合的にこれだけだと8位。あ、さっき食べたブルーベリーだけだと8位だな。今これが6位で、これが20位。マー君がこれが1位で、そっちが100位。ね、これランキング入れません。いやいや、これ美味しいよ。ママにこれとこれどっち、あ、どっちも食べてもらって、どっち美味しいって言ったら絶対にこっちって言う。まあね、食べるじゃん。硬い、どこか汁が割んなくていいんだよ。割って食べな、割ってシャリシャリシャリって言わない？シャリシャリシャリって。そうそう、気をつけて。パッカパッカ、チョコチップアイスのアレンジバージョン考えたいな。ね、何合うかね、あれね。すごく美味しいチョコレートを見つけてくれればいいわけよ。だからそれはもっとすごく美味しいと思うんだよ。そうそう、あれただのあれでしょ、明治かな、抜いたチョコでしょ。まあ何の用意してアイス、アイスに合うものってなんだろう。マー君、お皿持ったら、お皿持てばいいんじゃない。早っ。何だ、いちいちやんなくていい。お皿持ったら、どこれ以上の味覚が